久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。わしの命を奪い。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。
王女よ、みんなどこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。
不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。参る。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。猿が三匹、一つはカラカ。Yeah.
どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にて終わりいたしましょう。
だったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流飲を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。それで良いのだな。はい。起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。参る。セキロよ。お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を Oh, no! Good! Good!
きませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ、なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか、狼よ。マイル、逆たぶりよな。おい、
境か。
った飢えた狼がよもやここまでになるとはな。父上、まこと惜しい。だが切るぞ。
クロ様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。健一郎殿。そのようなものでは、決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。参る。ああ、しまいとしよう。俺がアシナを生かす。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえにセキロ、お主を斬るぞ。参れセキロ。
じゃあセキロ、ソロモン、おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。クロウ殿、今はどうか安らかに私の心に留まってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。クロウ殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。